のの認定審査会はおよそ2ヶ月ぶりり開催となりました。水俣病の認定基準をめぐっては今月開かれた伊藤環境大臣と水俣病の患者被害者団体との再懇談で見直しを求める団体側に対し国は最高裁判決でも現行の認定基準は否定されていないとこれまでの姿勢を崩さず団体側との意見の隔たりが浮き彫りとなっています 県によりますと先月末時点で県内で水俣病に認定された人は1791人で321人が水俣病かどうかの審査を待っています。